至高のブラスサウンドということで、金管楽器っていうのはそれぞれがすごく魅力的な音色を持っているんですが、これが重なった時にハーモニーだったり、音圧だったりですね、そういったものがすごく迫力があってですね、とにかくかっこいい響きがするんですね。でその金管楽器の迫力のある、時に繊細ですごく柔らかいあったかい音も出るんですが、そういった音色の変化をぜひ聴いてみてもらいたいと思います。普段こうオーケストラの演奏してる時もこういう感じでいこうとか、こういう方向性だとか、音色感とか音楽性とかいろいろこう日々共有してるんですけれども、金管楽器の縮小されたアンサンブルになっても共有できるものがすごくこうパッと、方向性が揃ってくるみたいな、素早くそういうのが決まってくるっていうのが、一つの持ち味なんじゃないかなと思います。でそれぞれの、個性も、個性的な、方たちなんですが、いろいろ世代もこう、ですね、上から下まで、上は市川さんですかね、で下は伊藤くんですかね、僕はどっちかというともう上の方なんですけども、そういう広い世代が、一緒になって一つの方向性に向かっていくっていうのも、これもなかなか面白いんじゃないかなと思っております。お会いしたことはないですが、日本にも、指揮者としてはすごく何度も来ていて、ピアニストとしてもすごい素晴らしい、いろんな才能を持った方だったと思うんですけれども、そうですね、ジャズピアニストとしての演奏では結構いろいろ CD なんかも昔から好きで聴いていて、つい最近亡くなってしまったんですが、その今回やる曲を、金管五重奏のための4つの野外音楽という曲なんですが、これを、フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルで、昔あったアンサンブル、の、非常に伝説的なチューバ奏者と呼ばれているジョン・フレッチャーさんですね、この方も非常に若くして亡くなってしまったんですが、ジョン・フレッチャーさんのために捧げたっていう、その時点ですごい、そのアンドレ・プレヴィンがチューバ奏者に曲を捧げたっていう、その時点で非常にこうなんていうか感慨深いというか、ぜひやってみたいなと昔から思っていた曲なので、今回チャレンジできて、非常に幸せです。モールスクランブルっていうタイトルにあるそのモールス信号をこうモチーフにして、作られた曲で、信号音ダタタダタタみたいなのが、そういうのがこうかっこいい曲になっていろいろリズムがついたりとかメロディーになったりっていう、モールス信号がこんなにかっこいい、いい曲になるんだっていう感じに、まず皆さん驚かれると思うんですけれども、少し短い曲なんですが、曲目に、演奏するには非常にこうふさわしい曲じゃないかなと思っております。このブラスサウンド、金管の響きを聞いてもらいたいと同時にですね、このプログラム、チューバー奏者の目線から見たプログラミングって、多少、そういう傾向があると思うんですけれども、別にこうチューバソロばっかりっていうわけじゃないんですけどね、プレヴィンの曲も別にずっとソロなわけではないんですが、そのチューバのそのベースライン、その低音楽器としての役割っていうのがこう土台だけっていうわけじゃなくて、それがそのベースラインがこんなに躍動感があって、こんなにこうそのベースラインだけを聞いても十分面白いっていうか、非常に興味深いみたいな、実はこんなにチューバの動きが、活躍して面白いんだよっていうのが、伴奏だけ聴いても楽しめる。そんなにチューバに思い入れがない人は、普通に金管五重奏、トランペット、ホルン、トロンボーンの聞くだけでも面白いと思うんですけども、チューバ奏者にとってはちょっとこう、かなり興味深い曲を集めてみましたので、たくさんの人に聞いてもらいたいと思います。よろしくお願いします。